皆さんこんばんは。イヤホン TV のお時間です。イエイ。はい、この番組はイヤホンとヘッドホンの専門店イヤホン秋葉原店から配信中の情報番組です。イヤホンやヘッドホンの使い方をゆるく配信中でございます。はい、私イヤホンの広報担当しております涼太です。よろしくお願いします。広報。はい、今日朝さんが、いなくて中古担当、しゅうちゃん一人となります。よろしくお願いします。中古声がちょっとアクセサリー担当がっちゃんです。がっちゃーん、がっちゃーん。アクセサリーじゃないんですか。アクセサリーくたくたやないか。ちょっと黙ろうか。はい、そんなわけでね、まるで徹夜明けの3人のような我々でございますけれども、はい、本日も放送開始となりました。今日ね、朝がいないんですけれども、朝どこ行っちゃったの。朝さん南の島に、うん、ほんで大阪。このネタわかんないか。ど、種明かししてくれる。何、千葉市が佐賀のね。ああ、フラッシュっていうかあれね、ラーメンズのネタね。あれが元ネタがラーメンズって多分知らない人多いでしょうね。ラーメンズ、まあいいや。はい、その話は。はい、まあ朝は今大阪の本社におりまして、ちょっとシステムメンテナンス的なお仕事をされておりますので、今日はお休みと言いますか、大阪の本社で勤務しております。大阪と東京行ったり来たりで大変ですね。はい、僕は今後そういう状態になりますので、移動がね、なかなか。戻ってきたんですか。いや、戻ってきたっていうか、もともとこっちなので、大阪に逆に戻るのが、2月末、3月1日からですので、って言っても、こっちの放送にも、ずけずけと出に参りますから、よろしくお願いします。はい。母さんいなくて寂しい？え、寂しいですね。なんでちょっと溜めた。はい、ね、朝そう不在なんですけれども、まあ朝いなくても朝のね、いつも元気いっぱいの朝の分をこう補えるぐらいに元気いっぱいで参りましょう。おう、あ、はいはい、そんなわけで今週もね、ランキングにまず参りたいと思います。このランキングはイヤホンとヘッドホンの専門店イヤホンの、売上合算ランキングです。イヤホン大阪日本橋本店、秋葉原店、リアルストア2店舗とオンラインストア各店の売上合算ランキングでございますので、まずイヤホンヘッドホン編から参ります。はい、よろしいですか。いいです。いいですか。はい、じゃあ行くぞー。だー、はい、テンションだけで乗り切ります。イヤホンヘッドホンセールスランキングトップ5でございます。まずイヤホン編第5位から参ります。第5位、ソニー XBA1SL。 第4位クリプシュイメージ X10。 第3位モンスタービーツ IE。 第2位シュア SE535LTD。 第1位ゼンハイザー IE80 でございました。はい、まあ、今日ね、朝がいないんで、たくんじゃねえや、ごめん。しゅうちゃんコメントをお願いいたします。はい、このランキングどうでしょうか。はいはい、そうですね、モンスターのビーツ i が、うん、5位以内に入ってきましたね。はい、はい、結構やっぱ最近ですね、なんかモンスターがまたよく売れてるっていう感じで、うん、結構ね、はい、ランキングの中に、そうですね、先週もランキングの中にモンスター の, このビーツ i、入ってたのかな。7位、トップ5圏外ではありますが7位に入っていたということなので、ちょっとランクを上げてきた形ですね。はい、で、注目したいのが1位ですね。はい、IE80。これが品薄というか、品切れしていたものが再入荷してきたために急激に、ランクを上げてというか、もう一気に入ってきましたね。さすがとしか言いようがない。うん、もうだってこれ確かね、再入荷した初日で大量に入ってきたんですよ。ものすごい数の発注残が残ってたので、うん、ドカーッと入ってきたんですけど、初日に半分シュッて消えましたからね。消えましたね。すごい。半分、初日に半分ですよ。まあ、どんだけ入ってきたか本数はあえて言いませんけれども、
ドカッと入ってきた半分がスッってこうね、あのまるでラスベガスにいた時に掛け事をやって一気にガランかけたら全部外れみたいなぐらいのね、はい、まあそんくらいの減り方でしたよ。はい、まあイヤホン編こんな感じですかね。まあ、2位にもあの SE535 の LTD モデルがまたランクインしておりますけれどもね、2位これ2位だけ唯一維持ですね、ランキングを、うん、はい、ではではヘッドホン編参りましょうか。ちょっと待ってね、ヘッドホン編にヘッドホン編に行きたいので、行きたいのでこうだ、こうしてこうしてこうだ、こうしてこうしてこうだ、はい、ヘッドホン編参ります。まず第5位、オーディオテクニカ ATH-SJ11、第4位ゼンハイザー HD25-1-2、 第3位オーディオテクニカ ATH プロ700M2、 第2位コスポータープロ、第1位が赤毛の K404 でした。はい、しゅーちゃん先生どうですか。はあ、はあ、そうですね、 HD25-1-2 が、はい、また5位、5位以内に入ってきて、はい、そうですね、先週がトップ店内ギリギリの10位ですね。そうですね。点って、はい。いや、あれですね、やっぱりこの前の、うん、コンシューマーエレクトニックショー、うん、で、新製品の、うん、まあ、話題も出た、まあ、関係性もあるのか、結構売れてる、うん、来てるのかな、まだ、うん、っていう感じですね。うん、わからないけど、分かんない、どっちかっていうと新製品の後継っぽい、はい、後継ではないと思うんですけどね、っぽいものが出てくるのにもかかわらずまだこんなに売れてるみたいな、売れてる、うん、まあ、なんでこんなところでレクチャーしなきゃいけないのか、はい、まあまあイメージ的にはそんな感じですよね。はい、あと、まあ3位に、オーディオテクニカのプロ 700M2 が先週の4位から1ランクアップですね。で、ポータープロもこれ2位は2位同士キープですね。1位も、1位じゃない、イヤホンもヘッドホンも2位がキープですね。ポータープロは相変わらず強い。強い。はい。で、1位が赤毛の K404、 これも1位キープですので、まあ相変わらずよく売れておりますね。はい。どうでしょう、皆さんは何か気になる商品などありましたでしょうか。900ST はね、そう、CD900ST は品切れナウですね。はい。ソニー製品はね、まだ全般的にタイの水害の影響を受けておりまして、確かね、その筋の情報によると、1月の終わりぐらいにようやく水がすべてはけて、で、被害が甚大らしく、工場がなかなか復帰しないということでした。はい、ですので、まあ、ちょっと CD900ST も含めまして、ソニー製品、今後、まだ品薄が続くのかなという印象ですね。うん、はい、ご迷惑をおかけします。で、ではでは、次、参りますか、はい。ポータブルヘッドホンアンプランキングに行きましょうか。行って、いいかな？いいと思う！すいません。はい、ね、ぐだぐだですけれども、ポータブルヘッドホンアンプランキング、セールスランキングですね、トップ5です。では、5位から参ります。第5位、TCG の T-BOX。第4位、J-BEN Go Vibe ポータチューブプラス。第3位、iBASO A02。第2位、FIO E7。第1位、FIO E6 でした。はい。なぜかね、自分で言いながらも、アンプランキングだけ数字がすべて英語で言ってしまうという状況でございますけれども、はい。で、アンプランキングですが、第5位が、これは T-BOX がまたランキング入っているということで、人気ですね。なんか返して。はい。いや、T-BOX は、ね、はい、僕 T-BOX と、うん、まあ、4位に入ってきてるポータチューブプラス、うんうん、好きですね。あ、好きですか。はい。どんなところが好きですか。なんかね、広がり方が、うん、なんかこう音の広がり方、そうですね、うん、それは何、イヤホンとかヘッドホンでいうと何を組み合わせるんですか。そうですね、ポータチューブプラスだと、まあ、IQ の K550 とか、うんうん、はい、まあしゅーちゃんはそれ以外ないよね。そうですね。もう完全になんかこうさ、いろんな人がいろんなイヤホンヘッドホン持ってますっていうのに対してすごい、はい、まあ、それがある種当たり前なんですけど、俺のアイキはもう550だけだぜみたいな、もう今はそういう状態ですね。2え241じゃないわ、なんだっけ171か171171はどこ行ったの。
171はカバンの中でいつも入ってる。171はカバンの中でいつも入ってる、はい、なるほど。一応持ち歩いてるんやね。持ち歩いてます。そんな赤毛好きなしゅうちゃんでございますが、はい、はい、アンプランキングね、2位がね、フィオの E7 E7 が入ってまして、で1位に、E6 が入っております。フィオがね相変わらず強くて、で、あとポータチューブプラスは最終入荷のものが入ってきて一気に売れたという印象の第4位ですね。そうですね。で、2位3位が、まあ、その最後の勢いを上回る売れ行きの E7A02 で、2位3位がちょうどランク的には入れ替わった形です。 T-BOX、 そうですね、今のコメントをいただいておりますが、安定感ありますね、うん、安定感、うん、定期的にランキングに入ってきますし、よく売れてます、すごく、うん、お安いですしね。はい、というわけで、今週のランキングでございました。カメラ戻します。はい、はい、今週のランキングでございました。あ、まあ、なかなかね、定番機と新製品と最終入荷商品とかこう言い混じる、まあまあいい感じのランキングだったかなという感じですね。はい、はい、では、続きまして、時間は大丈夫かな。はい、ちょうどいいぐらい、いいペースです。続きまして、新製品、注目製品紹介のコーナーです。やい。はい、今週の新製品といいますか、注目製品のご紹介ですね。しゅうちゃん、何でしたっけ。はい、去年ですね、はい、すごい話題になってました、はい、クリップシュの、クリップシュ。ノイズキャンセリングヘッドホン、はい、M40 です。M40、はい、モード M40、ね。モード M40 です。はい、このヘッドホン、実は去年の12月に発売になる予定だったんですけれども、ちょっとまあ発売が間に合わなかったようで、で、私どもイヤホンに入っている情報ですと、最新の情報で2月の中旬頃からは日本でも出荷ができる状態と。これアメリカではもう売ってるらしいんですけどね、アメリカとあとヨーロッパでは売ってるらしいんですけれども、日本ではちょっと遅れ気味で、2月中旬頃からの出荷が可能ということで話を伺っております。で、まだ価格が正式に確定してませんので、ご予約の始めなどはできてないんですけれども、だいたい値段にして、日本円で3万4800円ぐらいの予定とされております。はい、でこのモデル、以前こう世界中を回ってきた非常に貴重なサンプルっていうのを年末にお借りした時に我々聞きましたよね。聞きます、はい、はい、ガッちゃんのね、表現が結構的確だったんですけど、ガッちゃん、クリップシュのこの M40 はどんな音でしたっけ。その当時は、はい、その当時は その当時は、はい、ノイキャンオフが X5 で、うん、ノイキャンをオンにすると X10 に変わる感じ、うん、ほう、なるほど。これがね、実はその前回にお借りしたサンプルよりも、なんていうか当たり前なんですけど、これ新品なんですよ。新品なので、状態がまあベストコンディションです。うん、なので、前のやつってちょっと傷んでたじゃないですか。うん、そうですね。お世辞にも完璧とは言えないコンディションだったんですけれども、速圧がかなりしっかりとしてまして、で、パッドとか、あとその他、まあ、肌とか頭とかね、人間に直接接触する部分の痛みも一切ないので、ベストコンディションで、装着感も非常に良好です。で、音もやっぱそれによって影響を多少受けますので、ガチャ、前のものとこれとで比べると、音どんな風に違いますか。声が。オフの時は、はい、ちょっと耳から離れた位置から音が鳴ってる印象で、うん、丁寧な鳴らし方なんですけど、うん、フラットでおとなしめの音でして、うん、オンにしますと、と楽器体の音とかボーカルにツヤが出て、うん、音一つ一つに余韻が生まれて、うん、かなり味付けがつくなという印象で、うんうんうん、もうボーカルはもう結構遠く目だったのがもう一気に前に来て、うんうん、ほとんど頭の中で鳴っている感じになります。音場はそんな広くはないんですけど、音がどんどんこう層になって重なっていく感じなんで、うんうんうん、ですかね、頭の中で空間表現で思ってるよりは重なってる分があるんで、そこまで広くないけど広く感じられる音って感じでした。なるほど、濃密なレビューでございます。ありがとうございます。
まあ、この商品に関しましてはそのノイズキャンセリング機能がついてますよね。で、いわゆるノイズキャンセリングオンじゃないと音が鳴らないっていうタイプじゃありません、ノイズキャンセリング機能がオンでもオフでも音がちゃんと鳴ります。ただオンにしますとノイズキャンセリング機能がオンになると同時に、音がやっぱりちょっと変化しますよね。で、おそらくですけどオン状態の方がいい音だと思われる方が多いと思います。あの音量の関係もありちょっと音が大きくなりますからね、うん、ただあの好みだとは思いますけれども、オンにしてる方がガチャの言う通り、非常にこう音に厚みが出ますし、あとこう陰影といいますか、非常に音が写実的な感じになります。ちょっとそうこのオフの状態だとあっさりしてるんですよね、音がすごく。それに対してオンにするとこうなんていうかコントラストがつくというか、音のその明るいところ暗いところの差が結構はっきり出てきますので、まあ、言い方変えるとちょっと派手になります、うん、なのでまあまあオンの方が面白い音なんじゃないかなと思いますね。コメントが来てますから見ましょうか。ノイキャンで音が変わるのって意図的なんですか？意図的と言いますか、大体の場合内蔵されているアンプを通す構造をしてますので、変わります、アンプを通してないか通してるかで音が変わるというのは、おそらく皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、内蔵アンプを通す分音は変わりますね、はい、逆に変わらないようにするのがちょっと難しいかなと。電子回路を通さないわけにはいきませんので、はいはい、ノイズキャンセリングオフだとおとなしめだったような、そうですね、おとなしいと思います、はい、であとはケーブルが着脱できる点、ポンと抜ける、ん？知ってますよ、うん、いや、ツッコミ入れられると知らなかったなって、いやそこまでは思ってないから、はいはい、で折りたたみができますし、でこれね電池、ちょっとこれ電池だし、電池、うん、すごいなんかこう、手こずってる、うわっ、じゃあ出ました、声ないんやね。扉がこれどっちかな、左かな、左のハウジング側についてるんですよ ね、 いわゆる電池室ですね、バッテリーボックスがついてるんですけれども、こうヘッドホンに対してピシッピシッって開くんですよ。まあ、音はなりませんけどね、はい、電池は単41本です。そうです、単4電池1本でなんと、高消45時間動作です。連続45時間、長い、すごい、しかも1本、1本単41本45時間はかなり長い方だと思いますよ。長いですね、はい、だいぶ長いですよ、うん、でこの扉自体もいわゆるこうパコーンと外れてしまうタイプじゃないのでなくしませんよね、電池のその入れるところの蓋をなくすこともありませんし、であと僕実はこれ大阪に直接1台輸送するために持って装着して聞きながら大阪に新幹線で2時間半かけて向かったんですけれども、ノイズキャンセリングの機能は、他社の強力なノイズキャンセリングを歌っている機種に比べると強いわけではありません、比較的平凡な能力です。ただ、その分かどうか分かりませんが、音が結構ナチュラルというか、いわゆるノイズキャンセリングをオンにした時にちょっとなんかね息が詰まるぐらい強いものとか、オンにした瞬間のこう耳の中になんかこう気圧が変化してうってなるようなものもあるんですけども、全くありません、この機種に関しては。で、消し方もその結構ね、そのノイズがあまり乗らない、こう電子的なサーっていうようなノイズがあまり乗らないのも特徴 で、あと本体自体の元々の遮音性が意外と高いです。その分もあってそれほどそのノイズキャンセリング機能に頼らなくても自然に音が消えます。であと、音漏れも少ない、構造的にすごく音が漏れにくくて結構な音量で聞く人がこれで多分音を聞いても周りにあまり迷惑にはならないと思いますね、しゅうちゃん。はい、はい、本当に耳の形のあれですね、イヤーパッドって感じで、なんか耳の形のイヤーパッド、ごめんなさい説明が残念です。いやでもなんかね、耳に沿ってこうなんか、うん、ああうん、あのね流線形というか、はい、耳だけじゃなくてその頭のこの頭蓋骨の形にシュッとこう沿ってくれるよね。そうです、印象ですね、そう見たかったんですね、うん、はい、しゅうちゃんの言うこともね、分かってあげてください。はい、そんなわけで
新製品、注目製品としましては、クリプシュのモード M40 をご紹介いたしました。これはまだちょっと予約始まってませんが、2月には発売になる予定ですので、よろしくお願いします。はい。ちょっと質問来てますね。ノイキャンは SL300 と比べてどうですか？多分、ほぼ同等じゃないかなと思います。ほぼ同等じゃないかなと思います。この今おっしゃった SL300 っていうのが、ソウルバイリダクリスのモデルですね。これもまだ新しい新製品ですけれども、比べてそれほど変わらないと思います。ただ遮音性の面で1枚クリップ紙の方が上手かなという印象がありますね。どうさん、結構な音量で聞く人、シューちゃん、結構な音量で聞く人イコールシューちゃん、そうですね。シューちゃんはちょっとシューちゃんの将来が心配なくらい大きい音で聞く時があります。気をつけような。はい。はい、はい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 。まあ、特に質問はもうないかな。単体使用系の。単体使用っていうのは、電池なしでも使えるかってことですよね。あ、使えます。電池が切れても使えますし、電池入れてなくてもヘッドホンとしては使えます。はい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 。新幹線の空調音が気にならなくなりますか？無音にはなりません。無音にはならないですけれども、このヘッドホンで音楽を聞かない状態でオンにして新幹線の中に座ってる時間もありました。あったんですけれども、かなり楽でした。空調音はだいぶ減りましたね。はい。もう一回電池オープン。もう一回電池オープン、うん、ダーンダーン。あ、ちゃんと見てみてる、ね、はい、これでね、なんか電動でこう電池がピシッとかってエントリータグが射出されるようなエフェクトがあったりしたらね、日本人にはウケるかと思うんですけれども、まあ、そこまでは。飛んでった電池どうするんですか？あ、飛ぶギミックつけるの？ビーダマンみたいに。どうするんですかって真面目に聞かれても、俺はそこまでは思ってなかったけど。どうしよう。なんか、とかってピシッと飛んだね。街中でやられるとやばいよね。いや、暴走するんやったら、多分射出不可になる。電池出されへんっていうね。何の話やねんっていう。はい。はい、ありがとうございました。はい、それでは次のコーナー、本日の特集のコーナーですね。はい。参ります。皆さんも、ちょっと、最初の新製品、注目製品に、ね、熱が入ってしまいましたので、お忘れかもしれませんが、今週の特集はこちらです。はい、今週の特集は、ニクソン特集です。ニクソン特集。ニクソンって皆さんご存知でございましょうか？知らない？知らない？知らないかな？はい。結構皆さんモード M40 に夢中ですね。ニクソンですよ、ニクソン。はい。ニクソン特集です。ニクソンってガチャン、もともと知ってましたか、ブランドは？うん、知らなかった？しゅうちゃんは？僕は、うん、なんかね、ショッピングしてるとき、ショッピング、ごめんなさい、なんで今ので笑うとこやったと思うんだけどね、どっちかだった、こうちょっとえってなってしまって、楽天ショッピング、ショッピング、ウィンドウショッピング、ウィングショッピング、ウィングじゃない、ウィングじゃない、ウィングショッピングってない、飛んでる、はい、まあ知るときによく、うん、カバンとか、うん、カバンとか、カバンね、うん、いろんな中、カバンね、はい。全部英語に聞こえる。やめなさい。ギャバン。やめなさい。ギャバンじゃない。それは故障やったから。それは、うん、故障だったり、あと宇宙刑事だったり。はい、じゃなくて、まあその、うん、ファッション的ななんか結構アイテムとしてよく見かけることがあったんで、はい、でまあ、よくよく調べてみると、もともとは時計とかから中心とした商品をいろいろ。そうですね。まあ、ニクソンっていうのはアパレルブランドと言われる、要はお洋服とか、身につけるものを作ってる、販売してるメーカーで、アメリカのブランドでございます。でニクソンというのは、ここにね、まあ、ちょっと資料がありますので、ちょっと読みますから聞いておいてください。ニクソンというのはサンディエゴの南に位置する穏やかな町エンシニータス、聞いたことない地名ですけど、西海岸特有の自由な空気感とゆっくりと過ごすバケーションに最適な雰囲気を持つその土地でニクソンは誕生した。バケーション、うん、書いてるから読まして。バケーション、長期休暇って言うかじゃん。バケーションね、はい。当時ニクソンは腕時計を中心としたプレミアムなライフスタイルアクセサリーとして発足し、3S
3S って書いてます。スケート、サーフ、スノー界の著名人、すなわち世界でも屈指の、プロライダーに加え大御所アーティストなどをサポートすることで話題を呼びました。まあ、要はもともとこうスケートとか、サーフィンとかスノーとか、まあ、いわゆるそういうスポーツ系の滑り物系の、ね、スポーツの、関連アイテムを作ってたブランドということになりますね。で、おそらく日本ではあのニクソンをもともとご存知な方っていうのはウィキペディアじゃないですよ、これはあのニクソンさんにいただいた公式の文書です、はい。はい、なんだっけ、はい、あ、おそらくあのニクソンをね、もともとご存知の方っていうのは腕時計、僕もこれ気をつけています、ニクソンの腕時計ですね、腕時計のブランドとしての認知が一番高いかなと日本では思います。実質腕時計の製品が一番多いようです。はい。で、最近ですね、ここ数年でそのイヤホン、ヘッドホンも販売しておりまして、オリジナルの製品として、結構ね、ファッション誌とかにもよく載ってますし、イヤホン、ヘッドホン好きの間でも、密かに話題になってました。整理整頓清潔じゃありませんよ 3S は、はい、あのそれでも合ってますけどね、はい、ここではスケート、サーフ、スノーのことです。はい、皆さん結構ご存じない、そうですね、ニクソンをご存じない方が多いかなと思います。はい、あのガチャも知らなかったということです。はい、まあ、そんなニクソンがですね出しているイヤホン、ヘッドホン、イヤホンで扱っている製品が5アイテムございます。それを全て今日ご紹介しようかなと思っております。はい、じゃあまず何からいこうかな、何からいこうかな、イヤホンからいきます。今日はね、イヤホン2製品とヘッドホン3製品、ご紹介いたします。まず最初にご紹介したいのはですね、イヤホンの、ちょっくら待ってね、イヤホンのワイヤーという製品です。ちょっと今日はテロップ出して。これって言われてもちっちゃくてわからないと思うんですけれども、こちらがあの、よっこいしょ。はい、こちらがニクソンのワイヤーというイヤホンです。ワイヤーっていうのは、WIRE かなと書いてワイヤーなので、紐とかいう意味のワイヤーですね。こう円盤状のパーツが特徴的で、はい、こちらがワイヤーというイヤホンなんですけれども、8ミリというふうに書いてる通り、ダイナミック型8ミリドライバーを搭載したイヤホンです。で、これなんですけれども、あのワイヤーは私が係ですので、簡単にレビューさせていただきます。ワイヤーはこのブランドの中でも比較的安価な、部類に入るイヤホンなんですけどね、このモデルは非常に、まあ後から出てくるニクソンのブランド製品の中でも一番おそらく癖がない素直な音です。で、比較的、まあ、どんしゃりかなっていうバランスなんですけれども、癖があんまりなくて、でいわゆる低音とか高音が安い価格帯でドンシャリのものってちょっと安っぽいかなっていう音が鳴るものあるんですけれども、バランスは良好です。中域に関してもそんなに広域低域に比べて負けすぎているというバランスでもありませんし、結構ね丁寧な音作りの印象を受けます。なのでまあ、なんていうかアパレル系の製品でこういう価格帯だとちょっと、まあ、見た目だけなのかなっていう印象を受けることもありますけれども、かなりこのメーカーの製品の中でも丁寧な音作りの方だと思います。はい、なんか見た目が K3003 にそっくりで、ね、ああ、わからなくもない、わからなくもない、うん、はい、わからなくもないですよ、うん、それ皆さん、はい、お二人はこのイヤホンどう思いますか、ワイヤーに関しては。まずカラバリが7色ぐらいあります、うん、はい、たくさんあります。白、黒、赤、ピンクに、うん、ベースが黒の後ろの円盤が茶色っぽいやつとゴールドっぽいやつとシルバーっぽいやつとみたいな感じで結構カラバリがあるので、男性でも女性でも選べるデザインがあるのと、結構音に情報量が多くて前にどんどん押し寄せてくるっていうんですかね、うん、低音の量が結構多くて厚くて、後ろから低音がよいしょしてきて結構前に来る感じなんで、一応今日紹介する中では1番か2番目ぐらいに安いものになるんですけど、全然どれにも負けず劣らずな力強い音を出してくれます。ほうほうほう、なるほど。あのね、K3003
結構ねこのイヤホン舐めちゃいけません本当に。ニクソンってどうなんっていう方がこれを聞くとあちょっと買ってみようかなって思うぐらい本当にいいです。これは非常に整ってます音が。でまあかつあのカラーバリエーションも豊富ですし、あとさっきおっしゃった K3000 さんと、まあ、実物見ると見比べることはないと思うんですけど、ね、ただそれぐらい結構ねかっこいいんです。デザインにもやはりこうアパレルブランドだけあってこだわっておりますので、まあ、カラーバリエーションも豊富ですからこの中で何か一つ選んでみようかなっていうふうに悩んじゃうのも面白いんじゃないかなと思います。ちなみにイヤホンでは 1,2,3,4,5,6,7 7色あります。当たった。はい、当たった当たった、すげえ。いやカラー全部当たった、全部当たった。え、うん、マジで。まあ、まあ、店員さんなんですよ。はい、あんまり過剰に、ね、はい、言ってました、ね。はいはい、これがワイヤーというイヤホンでした。ガチャメもありますよ。え、ガチャメもあるの？あ、ガチャメもね。ガチャメも。ガチャメも。お値段ちなみに6825円です。もうこのお値段分の仕事は十分してくれると思います。ガチャメも。ガチャメも。持ってこか。言葉が多い。うわ、ほんまや。これ、あ、なんかね、磨きかかってるな。ワイヤーは、こんな感じ。映ってる？映ってる？ピンときてる？あ、もうちょっと上、もうちょっと上です。ちょっとその辺。ピントが、ピントが来るか。あ、来た。来た。はい、これがワイヤーね。音場は横とか奥に広いっていうよりは縦に長くて、うん、もうこの押し寄せてくる感じがあるんで、あんま横とか奥には広がんないで。頭の中にどんどん入っていく感じ。めっちゃ人懐っこい元気な子。元気な子、すっごいウリ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 ってくる感じ。うん、なんかちょっと愛おしいなそれ。うん、よし買うか。はいっていう感じでした。ガチャメモです。ガチャメモこれ次も全部出そうか。はい、ガチャメモ係です今日。はいはい、まずご紹介しました、うん、ワイヤーでございました。次行きましょう。はい、次が同じくイヤホンタイプ、もう一機種いきます、次がマイクロブラスターというイヤホンがございます。名前がかっこいい。かっこいいよね、マイクロブラスター、うん、なんかわざか武器の名前みたいよね。そうですね、なんかもうそれっぽく言ってください。誰がそれっぽく。ちょっと今ごめん、一瞬躊躇しちゃったからちょっと後半に回そうか。うん、後で言うわ。照れが出てしまったからね。はい、うん、マイクロブラスターです。はい、こちらですね。はい、持っていこうか。はい、マイクロブラスターです。マイクロブラスターは見た目こんな感じです。さっきのねワイヤーとちょっと雰囲気変わりますね。いけてるかな、大丈夫そうかな。うん、うん、あ、いい感じです、うん、ニクソンという文字の向きを見てもらってもわかるんですが、実は耳掛けです、うん、耳掛けの前提モデルです。はい、どうぞ。はい、じゃあこれは僕がどうし、レビューします。はい、でカンニングするんやろ。レビューしないよ。喧嘩しないよ。しないよ。いや、これですね、耳掛けということで、耳にかけてちゃんと試着したんですけども、うん、装着感バッチリでしたね。バッチリか。はい、でイヤーピースがですね、うん、僕はまあ、SML とあるんですけども、 M が割とぴったしで、で、まあ、ちょっと耳の何て言うんですかね、中に引っ掛ける部分というか、まあ、そちらにちょっとハウジングを引っ掛けてもらうと、ちゃんとホールドされて、いい感じに、まあ、取りにくくなって、音楽聴けるんですけども、うん、こちら、まあ、中域、そうですね、先ほどの、ワイヤーに比べて、中域の主張が結構前に出てるかなっていう印象ですね。うんうん、はい、はい、で、まあ、ギターの音とかもはっきり、出して、あんま出てて、まあちょっとシンバルが若干埋もれてるかなっていう印象はあったんですけども、まあまあ、低域と高域なんかバランスも取れてて、特に違和感もなく、ギターとか
そうですね、ベースの音が好きな人、うん、弦楽器の音が好きな人には結構好まれるようなイヤホンかなっていう個人的な印象ですね。これ多分しゅうちゃんも感じたから、その質問をこのさっき僕にしてきたかもしれないですけど、はい、ちょっとだけ BA な気もするよね、音が。そうですね、 BA な感じなんですね、うん、これあのダイナミック型なんですよ、うん、ダイナミック型の同じくさっきのワイヤーと同じで8ミリ、まあ、後傾だけですけどね、多分一緒なの、あのドライバーを搭載してるんですけど、音がねちょっとやっぱりワイヤーに比べると繊細な傾向で、弦楽器系の音の印象なんかが割と BA に近いですよね。そうですね、うん、ただ完全な BA の音じゃないんですよ、うん、なので B もしかして BA 違いますかねっていうような印象を受ける、うん、音で、なんかね、いわゆるダイナミック型にすごく寄ってきた感じの BA の音ないし、あの BA の音を目指したダイナミック型というか、ちょうど中間ぐらいのいい感じのバランスの音ですね。はい、そうですね、うん、あ、つけてみてくれて、そうですね、すごい遠いから多分分からん、分かりにくいと思うんですけど、あ、うんうんうん、はい、うん、分かりにくい、うんうん、髪の毛がね、髪の毛が、あ、こうやって、こういらっしゃいって感じだった、いらっしゃい、あー、大丈夫大丈夫、いい感じいい感じ、ここの綺麗に収まってるね。そうですね、うん、ここになんかあのくぼみというか、うん、あのあへこみ、うん、があるんで、そこに、うん、あのハウジングを引っ掛けるようになって、ピットが引っかかるわけね、はい、うん、それでしっかりホールされるんで、なんか本当にシュアの SE イヤホンシリーズですね、うんうん、あれと同じような感じですね、装着感は。なるほど、これって価格的にはどれぐらいになるんですか？あ、価格ですか。価格は、うん、このモデルでマイクロブラスターで12,800円なので、さっきのワイヤーのちょうど倍ぐらいですかね、はい、まあ、ちょっといいお値段になってくるんですけれども、音はね、うん、だいぶいいです。はい、はい、あとなんかガッちゃんがさっき言ってたんですけど、うんうん、なんかこれ横から見ると言わんでちゃうかな、いいですかね、なんかすごく靴みたいっていう話になって、あのブーツなんかちょっと可愛い印象ですね、うん、かわいい、はい、はい、ね、でマイクロブラスターはリモコンマイク付きです。3ボタンのリモコンマイクが付いておりますので、 iPod や iPhone のユーザーさんには、使いやすい機種なんじゃないかなと思います。はい、ちょっと待ってね、ちょっとツイートしとくね。アダージョ5みたいな音ではないです。うん、違いますね。うん、違いますね。アダージョは結構低音と高音の結構攻撃力っていうか、うん、が結構あるんですけど、ワイヤーはどっちかっていうとちょっとおとなしめ、そんなに攻めてこないです。ちょっと距離を置いてるっていうのと、うん、低音の量とその広域がちょっとおとなしくなるんで、ワイヤーに比べると中域が前に出て聞こえる、うんうん、全体的にはフラット寄りだと思います、うんうん、はい、フラット、全くその通りですな、うん、はい、じゃあ次行こうか、はい、次がですね、イヤホンこの2機種で終わりです。で次がそれだね、ループという機種いきます。ループニクソンザループ、はい、これが価格先出しちゃおうか、移り具合、うん、ちょっとねピン難しいと思うよ、もらおう、セイト、ちょっともう来てるんですよ、入れる、はいはい、声が出ないんですよ。はい、ループは私が担当なのでご説明いたします。筐体はまずカラフルです。色が4色ありまして、白、黒、ピンク、グリーン、うん、持ってきてるよ、じゃんじゃじゃん、ブラックで、今サンプルであったピンクで、これがグリーンかな、グリーンがちょっとカーキっぽい色です。これね、多分ね、名称がねグリーンではなかったと思う、なんかもうちょっと凝った名前だった気がする。で白、ホワイトね、4色あります、はい、こちら見た目からいきますとすごく軽いです、うん、いすごく軽くてですね、わ、うん、かりにくい、
イヤーパッドがゴム製になってます。でヘッドパッドもゴム製になってます。なのでちょっと好みは分かれるかもしれないんですけど、うん、結構髪の毛と摩擦が起きるのでずれにくいっていうのがありまして、軽いんで、まあなんかお散歩とかジョギングまで行くと厳しいかもしれないですけど、うん、そういうとこにつけていくのにいいかなと思います。うん、うん、あの息継ぎしないと声出ないからね、うん、で音なんですけど、バランスがちょっと台形っぽい感じになりまして、うん、低域がちょっと多めで、中域がそれよりちょっと少なくてなる。絵でいいかな。ちょっときます。もっと上行きすぎ。来た来た、大丈夫、そんな感じ、オッケー。はい、とまっすぐにある線が耳らへんなんですけど、うん、ちょっと手によって広域がちょっと遠くって若干埋もれ気味になりそうな感じです。でもちゃんと鳴ってはいます。でボーカルもちょっと距離を置いて鳴ってるんですけど、ボーカルにかかるぐらいにギターとか中域が前に来るので楽器を聴くにはすごい楽しい感じですね。で結構音場はそんなに広くないです。おとなしくて落ち着いてるんですけど、低音が目立ってるのがあるんで力強い感じの音です。以上。はい、はい、まあ特徴言うとちっちゃい。なんせちっちゃい、うん、さっきあのおもちゃみたいっていうコメントありましたけど、ものすごいちっちゃいです。なのであの軽いですし、持ち運びはしやすいですね。でなんていうか、あのまともな音の鳴るすごく小さいヘッドホンってなかなかないんですけど、こいつはなかなかこの大きさにしてはまともないい音を鳴らしてくれるので、つけるとこんなの、うん、そう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 、うん、いい色やね。うん、いやなんですけど、え、うん、いやいや、つけた、あの4畳半にものすごい反応が、この耳のここのあのフェってなってる部分、フェってなってる部分ね、をスルーしてここら辺に乗せるのが一番落ち着きます。これがループループでしたね。はい、じゃあもうガンガン次いっちゃおう。ちょっとペース上げたかな。はい、続きましてご紹介いたしますのが同じくヘッドホンのこちら、トルーパー、ザ・トルーパーですね。え、ここにある。ああ、これはちょっとスルーして、トルーパーです。トルーパーはおそらくあのニクソンの中でも一番こうルックス的に浸透してるというか、ああこれ見たことあるっていう人がいるかもしれません。昔から取り扱いをしてらっしゃるお店では一番目立つ位置に置いてたりしましたから。これこちらがトルーパーです。ここにもね、あるんですけど、これは無視してください。はい。これが、トルーパーというヘッドホンでして、お値段、ちょっと待ってね。このトルーパーというヘッドホンは、特徴、いくつか挙げますと、ハウジングがね、なかなか面白い顔してるんですよ、これ。ゾウリ。ゾウリ？ゾウリ？ああ、ああ、ああ、ああ。B3、うん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 、よし、はい、OK。 で、パッドがさっきのループと同じようにゴム製、大丈夫っていうパッドです、最初僕見た時ね。はい、でこれあの実を言いますとイヤホンで取り扱いをする前から持ってるんですよね、この紫のモデルを。でいいんですよこれ、結構使用頻度高いです。見た目気に入ってますし、で音はあの比較的はっきり系です。こんなパッドなんで遮音性は全然高くありませんし、音漏れもしますけれども、なぜかね音の輪郭結構はっきりしてるんですよ。こういう構造だとなんかそのいろんなイヤホンヘッドホンメーカーが必死になってこうここをこういう構造にしていい音にしましたみたいなのとはね、こうもうデザイン頑張りましたっていう感じの見た目なんですけど、いいんですよ音、多分その辺研究してると思うんですけれども、この形からなる音とは思えない、あデザインと
音質はこのレベルでこう両立できるんだなっていう、そういう意外性をね見せてくれるモデルです。で、特徴もう一つありました。ケーブルが外れる、これでかい。ケーブル着脱式です。ここに惚れました。まず最初、最初音なんて全然期待してなかったんですよ、実を言うと。申し訳ございません。で、ハウジングスイベルなのでここまで平たくなりますし、さらにここからこういう状態の折りたたみね、ここまで小さくなります。で、さらに持ってきたかな、持ってきた、あった、専用のケース付属、こちらファスナー式ね、これにほいほいほい、終了。お、簡単にね、簡単でしょって小さくなっちゃうんです。これがね、売りの一つです。で、やっぱ音がね、侮れないんですよ。これ7000円かな、うん、お値段が、ね、7140円です。税込み7140円で、イヤホンの取り扱いの中では8色、全8色あります。8色で、これがホワイトブラックっていう色です。白と黒ですね。で、ガッチャン、ガッチャンメモではこれの評価はどんな感じですか？耳から少し距離を置いて鳴ってる印象、うん、で、音が響くっていうよりは、はい、ちょっと吸収されるっていうんですかね、ちょっとタイトな鳴り方をして、割とバランスはフラットよりですね。なんかさっきのループが4畳半っていう感じだったんですけど、ドルーパーって書いてないけど、これが名前わかんなくて本当にこれ草履みたいな昔の iMac G3 に付属してた丸型のマウスって誰もわからへんよね。はい、わかります。あ、わかりますか。ちょっと距離があるんでバランスはフラットっぽくなるんですけど、映ってる、なんか音の響き方が音楽室って感じです。あ、なるほど。音楽室で吸音されてるけど綺麗にタイトになる感じ。いいね、うん、素晴らしい。あのね、結構本当に お気に入りの機種なんですよ、これ。僕あの愛用してます。はい、これ、うん、これって音漏れってどうなんですか？しますね、します。ただ案外ね、あの音ちょっとまあ絞ってやれば、うーん、そんなに。これ言わなくていいんですか？あ、そう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 、これ言う、ね、これね、時々ケーブルつながってるし、プレイヤーにもちゃんと刺さってるし、音量もプレイヤー側で上げてるのに音が出ない時があるんです。なんでかというと、これハウジングよく見てください。右左のハウジングでデザイン違うんですよ。こっち左のハウジングね、こっち右のハウジング、ここなんかね、ギザギザついてるんですよ。これ回るんです。すごくないですか？これボリュームコントローラーついてるんですよ。ジャパネット亮太これあのボリュームの調整がついてまして、ここをね、こう言ったらつけてるときに、簡単にできますよ、こうしてるときにこうやって音量上げ下げできるんですよ。こうやって、これがね、すごい楽ちんで、で、スムーズに音量の上げ下げができるんで、この機能もね、実はあの買ってすぐの時気づかなかったんですよ。あれ、うん、えらい音量取りにくいヘッドホンやなと思ったら、あのちょっとボリューム絞ってたんですよね。でそこで気づいたんですけど、はい、これいい感じです。はい、ぜひあのご検討ください。カラーバリエーションがね、全8色ありますので、じゃあちなみに、紐つなぎにできますので、ホワイトブラックをご紹介しておきますね。ツイッターのこのソーシャルを、一度、よろしければご覧ください。ういはい、じゃあトルーパー終わり。はい、次行きましょう。最後、ヘッドホン大取りです。ザ RPM。これはね、完全なこのメーカーの新製品です。ザ・RPM。ガッチャンが大事に大事に首にかけてたね。この黒い活かすヘッドホンです。ザ・RPM。完全なる私物です。あのさっきのね、紫色のやつと一緒で、ほんまに私物です、我々の。はい、じゃあガッチャンよろしく。はい、こちらですね。見た目はほぼ DJ ヘッドホンです。うん、なんかシューちゃんの大好きな K550 に若干似てなくもない感じなんですけど、うん、似てなくもない、うん、めっちゃ重いです。
重いね。重量がなかなかすごい。重量が重くてそこそこ速圧があるので慣れるまではちょっと肩こります。でこちらが確かあったんですよ、キャリングポーチ。うん、あったあったなんかあのモンスター的な感じのちょっと大きめの丸っこい感じのがありまして、こいつが一応こう畳めるんですよね、うん、頑張るといきます。割とこれ男子目線でいくと折りたたみとかするときのカチッカチッって音がいいよね。あこういう感じで、うん、割とちっちゃくなります、うん、でもちょっと重いです、うん、重いねでイヤーパッドが他のと違ってゴムじゃなくて普通に革で立体裁断になってるので、ここが中が耳に触れたりすることもないので、うんうん、割と装着感はいい方ですね、うん、でケーブルも着脱式になっております。でケーブルが2種類ありまして、今ちょっとないんですけど、こっちの細いリモコン付きのタイプ、こっちが3ボタンで音量調節と再生停止ができるリモコンのやつと、あとカールケーブルが付いております。音は低音、中音、メインな感じです。ボーカルが結構近いのでそんなに埋もれた印象はなくて、高域は結構キラキラして散らばってる感じなので、ボーカルが埋もれないドンシャリな感じです。結構好きな方はすごい好きだと思います。ケーブルが意外と変えられるのでそこも遊べるポイントになっております。で固定域量が出るんで、おそらく好きな人は本当に好きです。キラキラの絵のイメージすごいわかりやすいよねなんかこう日本列島が上に星光ってるみたいな時々刺さる時もありはするんですけど、うん、やっぱりその近くで鳴るのと遠くで鳴るのの区別がすごいうまい子なので、結構音場もこのニクソンの今日紹介した中ではかなり広めで、さっきの4畳半音楽室からちょっと進化して体育館ぐらいになります。おー、なんで今日は学校縛りないやクラブっていう感じもあったんですけど、うん、あのでっかいスピーカーを置いた体育館、あなんか文化祭のライブみたいな、いいね、青春やね、感じです。青春やん、なるほど、はい、お気に入りです、はい、最近ずっとそれやもんね。うん、 ESW ナイト半々ぐらい、半々ぐらい、はい、まあ、そんなガチイヤホンヘッドホンが好きでたまらないスタッフの番組を放送しておりますはい、でこの RPM が、今ツイートできてたかな、ね、ちょっと待ってね、今ツイートしましたが、お値段が、これはちょっとあのこのメーカーのフラッグシップなのでちょっとお高いですけど、24,800円、まあ、それでも3万円もしないモデルなので、まあ、まだ手が届きやすいかなと思います、うん、であとまあケーブル着脱式ですし、でニクソン製品は全商品2年保証がついてます。正規代理店の2年保証ついてますので、これお値打ちです本当に。あとは DJ1 Pro よりは Beats Pro に近いけど、うんうんうん、Beats Pro ほど低音がガンガン来る感じまではいかないです、うんうんうん、でも本当に音量を上げると、そこでマミタスが言ってくれてるんですけど本当に脳みそが本当に揺れる感じがあります、うん、そうやね、音量次第やけど結構迫力本当に見えるよね音の波がボーンって、はい、波動がすごい、波動、そうやね、波動ね、こう iPhone4 とか 4S とか単体で十分に鳴らせまして、うん、意外とそのアンプをつないでもそこまでその音量が取れる以外はそこまで音の傾向アンプでガラッと変わるかって言ったらそうでもないんで、本当に単体使いの方がいいかなと思います、うん、はい、RPM ちなみに色は3色で、はい、ガッちゃんがチョイスしてるこれがブラックゴールド、黒に部分部分金色の色が入ってますね。で、あと2つがブラックシルバーという色で、これがね残念ながら今イヤホン前提で品切れ中なんですけれども、ちょうどこのハンガーね、ここがシルバー、そうハンガーのパーツがシルバーモデルと、あとホワイトゴールドっていうこのモデルの黒い部分が全部白、そうそうそう、黒いところが真っ白の、
レザー部分も含めて真っ白のモデルっていう3色の展開です。どれもね結構高級感があって、なんとなくですけどね、こう大きいヘッドホンでフォーマル向きってあまりないんですけど、あのちょっとねクール系のフォーマルに合わせるのもいいかもしれないですね。はい、なかなかあのかっこいいヘッドホンだと思いますよ。外でも十分使えますし、ね、ケーブルも短いものついてますからね。着脱式です。はい、というわけで本日のニクソン全モデルご紹介させていただいたわけなんですけど、皆さんなんか気に入ったじゃないや、気になったモデルなどありましたでしょうか。この機会ね、ぜひあの今ご紹介したモデル、残念ながらマイクロブラスターだけはイヤホンに視聴モデルがございません、ございませんのでご注意ください。それ以外のモデルはすべて、イヤホン視聴機ご用意しておりますのでお試しくださいませ。はい、重量そうですね、ちょっと重ためですね。 RPM がね347g、 ポータブルするものの中では結構重たい方だと思います、うん、はい、若干肩こるかもしれないですね。はい、はい、そんなわけでご紹介終了いたしましたっていうところで、なんと時間がこんなことになってますけれどもちょっと入念にやりすぎたね。じゃあさらっと中古商品紹介いきましょうか。いきますか。はい、じゃあ中古商品紹介し、はい、今日さらっとできる系なのこれ大丈夫？まあまああの本当にさらっと、はい、入荷しました的な、入荷しました的な感じでいきます。はい、はい、中古商品紹介でーす。こちらでーす。こちらでーす。はい、こちらおウルトラトーンの見たことあるぞ。はい、幻と言っていいのか、なんていうんだ、伝説の的な、うんうん、まあ、うん、はい、レジェンドやね。レジェンドですね、はい、ウルトラゾーンの、こちら、エディション9。エディション9。もうこのハウジングの輝きもすごい圧倒されますね。圧倒されますな。はい、はい。で、まあ、あと、まあ、こちら本当すごいものなんですけど、はい、あと、最新の新しい新作ですね。シグネチャープロ。じゃシグネチャープロはもう、言えてなかった。シグネチャープロ。こちらもね、はい、結構入ってます、中古で、うん、はい。シグネチャーはね、まだ新しいモデルですけど、中古品がちらほら入ってきたんですね。そうですね、うん、エディション9はあの去年の末ぐらいに、12月末ぐらいに1個あったんですけども、うん、実はその一つ、うちのスタッフが一人持ってます、うん、引き取りました、ね、引き取りました引き取りしました、はい、はい。で、まあそれから、入ってこなかったんですけど、今日買取で来ました、うん、なかなかやっぱりもともとね限定で数が少ない分、はい、入ってくることがあまりないですけれども、そうです、はい、珍しいモデルで、ちなみにこれがシリアルナンバーが324ですね、はあ、はい、のモデルが入ってきてますので、お値段がどちらもこれねオンラインストア出品中ですよ、出品中なんですけれども、エディション9はおいくらですか？エディション9は10,000。え、そう、嘘です、ごめんなさい、すいません、桁をちょっと間違いです、間違いですよ、1万じゃないです、すいません、はい、198,000円でございます。はい、はい。で、シグネチャープロの方が89,000円、はい、あのねびっくりした、これをね89万ということで89,000円です。はい、はい、こちらも、中古特価品でございますので、はい、はい、ぜひぜひこちらもご検討くださいませ。はい、はい、というわけでね、本当はもう一コーナーあったんですけれども、そうです、はい、ちょっと30秒で、はい、はい、この RPM および、はい、トルーパーのその着脱式ケーブル、はい、両端がミニプラグになりますので、うん、こちらミニミニでできてるケーブル、交換ケーブルも、はい、他のメーカーから出てるもの多数ございますので。うん、ぜひ視聴機あるものもありますんで、交換ケーブルして楽しんでみてください。はい、ちなみにあの今紹介してくれたのが親出電機の HPC の35かな、 HPC35、はい、あとモンスターの交換ケーブル、うん、B2OE 付属品、はい、L 型プラグです、はい、あとがフルテック、フルテック 35ID SP、うん、でこれが今 0.6m なんですけど、1.2 と 1.8 もありますんで、用途に合わせて使ってください。うん、ミニミニケーブルはね、あの1本持っとくと何かとヘッドホンユーザーには便利な品なので、ぜひあの音の違いなんかもね楽しいので聞き比べしてみてください。
はい、というわけで、今週の放送は以上でございますが、今週どうでした？朝のいない放送ってどうでした？なんかちょっと不安ですね。うん、なんかね、ちょっと不安定な感じするけど、でも2人よく頑張ってくれたと思います。はい、責任感に苛まれております。苛まれておるの。苛まれてる時に苛まれてる系の声出たね今。苛まれておりちょっと苛まれて昨日が全てを、そう、昨日が狂わせた。狂わせます。はい、まあまあ、私のことですけどね。はい、というわけで、はい、皆さん今週の放送はいかがでしたでしょうか。来週はですね、実はまた未定でございます。申し訳ございません。まあ、来週とかそのまた先々でちょいちょいね、面白い企画入ってきてますので、また今後のユーストリーム、イヤホン TV に、ご期待くださいませ。来週はまた早めに決めておきますので、よろしくお願いします。それではアーサーのいないイヤホン TV 第74回、また来週お会いいたしましょう。さようなら。ちょっと待って。デンツデンツデンデンツデンツデンツデン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 ツデンツデンツデン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 ツデンツデンツデン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 。お父さん早く帰ってきて。ガッちゃんはなんで今日ちょっとお嬢様っぽいんですかってコメントしてた。イメチェンです。ゆなちゃん、ゆなちゃん。朝早く帰ってきてくれ。バイバイ。バイバイ。